今朝から土砂崩れの現場近くに入れるようになりました。今は撤去作業が重機を使って行われています。崩れた建物に潰されてしまった車、そして木は倒れ電線に引っかかっています。おととい夜に蒲郡市で発生した土砂崩れ、木造2階建ての住宅が巻き込まれて家族5人が生き埋めになりました。蒲郡市によりますと、このうち70代の夫婦と30代の長男が死亡、40代の長女と次女が怪我をしました。この土砂崩れで名古屋市消防局はハイパーレスキューなど延べ66人を現場に派遣しました。レスキュー隊員の小林さんは一時隊として現場に入りました。天候も悪くて、雨がまだ降っているような状況で、斜面が、建物の付近にあったので、二次災害の、恐れのある、活動現場でした。小林さんは前線での救助活動の指揮や全体の安全管理を担いました。先に到着していた別の市の消防隊から建物の中から女性の声がすると伝えられ、小林さんらも捜索に加わりました。声するところで検索に入ったところ、女性の体の一部が確認できましたので、その位置から救出活動を実施しています。建物が倒壊していまして、柱、梁が乗りかかっているような状況でした。苦しい、痛いということで、声は確認できましたので、励ましをしっかりしてですね、救出活動を実施しています。生き埋めとなっていた女性を発見することができたものの、思うように作業は進まなかったといいます。活動障害となったのが、倒壊した建物、二次災害の危険がありましたので、隊員の安全管理という面で、その辺も注意しながら活動してましたので、どうしても時間がかかったというところがあります。救助活動を始めておよそ12時間、女性の周りの土砂や瓦礫を手作業で取り除き、建物の外に助け出すことができました。女性は病院に運ばれ重傷だということです。我々の任務として、何としても生存している状況、その状況から救出するというところが、我々の活動の一番の目的ではありますので、今回救出できたことは良かったかなと思っています。今回、地元の方にとってはまさに不意打ちという表現がしなくちゃいけないのかなというふうに思います。こう話すのは、土砂災害に詳しい名古屋大学の田中客員教授です。今回の土砂崩れについて映像を見てもらい、特徴を聞きました。周りに同じような崩壊が全然発生していないというところが、ここすごく重要なところだと思うんですね。いわゆる単独の表層崩壊と、これが今回の災害の一つの特徴だと思います。表層崩壊、雨などにより脆くなった山の斜面が崩れる際、山を覆う土の部分だけ、つまり表層だけが滑り落ちるような崩れ方のことを言います。例えばその1972年に発生した小原藤岡災害の場合は、合計3000個の崩壊が起きると、いずれも多数の災害が発生するという表層崩壊の特徴なんですね。見渡す限り他に崩れてとか見当たらないという、そういう点で今までその数多く発生してきた表層崩壊の災害とはちょっと性質が違うんじゃないかと。群発的に発生することが多いという表層崩壊、今回のようにピンポイントで発生した土砂崩れは事前に警戒を呼びかけることが非常に難しいといいます。そして今回は周辺の雨の降り方にも特徴がありました。蒲郡市では土砂崩れの2日前にあたる25日の午後11時に1時間雨量が11ミリ、前日の26日には午後11時の1時間雨量が24ミリと、夜の時間帯に断続的に雨が降りました。
これが土砂崩れの発生を予想することを難しくした要因の一つだといいます。夜中に強い雨が断続的に降って、で昼間はそれほど強い雨じゃないという、すごくその警戒しづらい雨だったかと思います。こうした警戒や予想しづらい災害に対し、私たちはどのように備えればよいのでしょうか。地元の方同士で、今まで水が吹いてなかった場所から水が吹いているよと、あるいは、過去に、ここが崩れたことがあるよというような、シニアの方の情報も集めてみる。まずは情報の共有ということが大切かと思います。